ヌサペニダ。バリ島の東側、インド洋に横たわる島。今なら高速フェリーでわずか30分で渡れる島。この島には魔物が住むと言われてきた。遠い昔からそう言われてきた。魔物は邪なるものか。遠い昔、日本にも鬼が住む島があった。鬼は邪なるものか。そう、この島は流刑地であった。罪を犯した者が流される島であった。雷病など疫病を患った者が流される終焉の地でもあった。人魔の世界でヌサペニダは人々に災いをもたらす魔女ランダの罪かとされた。バリ島からすぐそこに見える島だが、海底で波がぶつかり合い渦を巻く。潮の流れが速く、手漕ぎ船では戻ってこれなかった。地底海への入り口、この世の果て。人々はこの島をそう呼んでいた。Thank you.
そんなこの島に一人の若きバリ人が流されてきた。男の名はムラ。由緒ある家の出、若きカランガサム国王のいとこにあたる。理不尽な咎めでこの島に流されてきた。若きクサトリア階級のヌラはいとこである国王と夢を語り合っていた。リベラルで開かれた不正なき王国を作ろうと理想に燃えていた。しかしその理想は若き国王の脇を固める古株の側近たちには邪魔なものでしかなかった。ヌラはこの島に流された。国王を洗脳する罪人として無策になり流された。
もはや村には生きる望みも夢もなく、酒を飲み浜に眠り、自堕落な生活を送り続けた。子供の頃から思い描いた理想、誰もが幸せに暮らせる王国を作り上げる、そんな夢は今となっては虚しく、砂浜に砕ける波の飛沫のようであった。いつものように酒に酔いつぶれ、村外れの大木に寄りかかって眠っていたヌラは、規則正しい旗織りの音に目を覚ました。太陽はすでに空高く、この島特有のじりじりした暑さと陽光に照らされた織物はキラキラ輝いている。なぜ旗を織る？旗織女は懸念そうにヌラを見つめた。そういえばこの島に来て誰かに話しかけたのは初めてかもしれない。ヌラは再び尋ねた。何もないこの島でなぜそんなに美しい生地が織れるのだ？しばらくの沈黙の後、何もない？女はそう言って不思議そうにヌラを見つめた。そして続けてこう語った。何もないと思う心で見れば、この島には何もないのかもしれません。今度はヌラが驚いて女を見つめた。その一言にヌラははっと目が覚めたように我を顧みた。その日を境にヌラは島を歩き、島人の暮らしをつぶさに見た。そして島人と共に日々を過ごしてみた。この島はバリ島のように肥沃ではない。真水はなく、雨水をため生活水としている。しかも雨は少ない。とてもじゃないが米も野菜も育たない。キャッサバイモ、トウモロコシ、トウキビ、そして近海で獲れる魚がこの島の主な食材だ。
それでも島の人々は陽気に笑い、真面目に働く。彼らは一日一日を精一杯生きている。私は畑を耕し、山に分け入り石を削って石彫を作り、海に行っては天草の植え込みに腰まで海水に浸かって島の人々と共に働いた。不慣れな野良仕事に初めこそ手こずったが、徐々に慣れ、己の手と足で土に触れ、生きる糧を得る暮らしに人の命の基盤を見る思いがした。島人にとってごく当たり前のこの体感は、私にとっては生まれて初めてのことで、何もかもが新鮮だった。いつしか日々の作業を創意工夫して島人に提案するのも私の役割であり、日々の励みとなっていった。素性は誰にも語っていないが、王族の出である私は子供の頃から様々な学問をいとこの元国王と共に学んできた。その知識を生まれて初めて生きた知識として活用できることに密かな喜びさえ感じた。と同時に、自分がいかに机上の理想をかざしていたかも思い知った。スードラと呼ばれる平民は王国の住民の8割強を占めていた。私は彼らの暮らしを貧しく味気ないものと思っていた。身分階級制度の改正を理想に掲げ、すべての国民が幸せに暮らせる王国について、幼い頃より元国王と語り合ってきた。が、彼らは生きることをまさに謳歌している。ありのままにここにあること。その充足感を私は島人から学んだ。日々の暮らしに慣れ余裕ができたある日、ヌラは自分が心の目を開けるきっかけとなった旗織女に会いに行った。
あの日と変わらず規則正しい機織りの音を立てて、女は静かに布を織っていた。礼を言いに来た。ヌラの言葉に驚くでもなく、女は少し微笑んだ。あなたにとって生きる幸せとは何か。少し唐突と思える質問をヌラは口にした。女はただ微笑むばかりで何も答えない。まるであなたはすでに答えを知っているではないかと言わんばかり。幸せを感じることができる心に幸せが宿るのだな。女は小さくうなずいた。ほどなく私は家屋を整え、女を迎え入れた。この島の人々はお互いの境遇を尋ねない。すでに親の代から住む者もあるし、流れ流されてきた者もいる。過去を問わないのが暗黙のルールだ。私はスリという女の名前以外、その素性について問うことなく、またスリも何も問わないまま共に暮らし始めた。スリが織り上げるこの島独自の織物、ランラン織の布を見れば彼女の人となりがわかる。王家の出である私は織物の良し悪し、光を宿す織物がどういうものか知っている。スリの織り上げる生地は不思議な光を放っていた。ヌラはますます仕事に励み、島人たちをまとめる手腕を発揮した。時間が空くと近所の大人や子供らに中国武術を伝授した。
ムラが育った王国はバリ島内でも早くから中国そして欧州と交易があった。彼のリベラルなものの考え方はそんな生い立ちに由来するものでもあった。いとこであるカランナッサム国王からは時折書状が届いた。王は自分よりはるかに年かさの側近たちの手を覆すことができず、幼なじみの私を追放したが、いつか呼び戻したいと願っていた。ヌラ、そろそろ戻ってこないか。
国王の私に仕える側近たちは今では皆私の腹心。代替わりした今、そなたは疎ましく思う者はもはやいない。その度、私はやんわりと王の申し出を断っている。村は今では流されてたどり着いたこのヌサペリダの暮らしを謳歌していた。暮らしに最低限必要なものはある、ないものは作ればよい。島人たちのために整備したい事業もさまざま抱えている。王族として何不自由ない生活を送ってきた村だが、今では樽を知る。ささやかな毎日に大いなる充実感を抱き、同時にこの島で実現したい夢さえ抱いていた。島人たちにとってもヌラはなくてはならない存在になっていた。ある日、また王から書状が届いた。いつもの内容だろうと思っていたヌラだが、そこには叔父、病に伏すとあった。国王の叔父、つまりヌラの父親の病の知らせだった。さすがにヌラの心は揺れた。マリ島とペニラ島は容易に行き来できる隣島ではない。行くも帰るも海流任せの心もとない船旅だ。一度戻れば再びこの島に戻ることは困難だ。まして帰郷を促し続ける現国王もその命によりヌラを傍らに留めるだろう。ついにヌラは決意した。スリに自分の素性、事の経緯をすべて話し、スリを伴い国へ帰ろうと。その夜、ヌラは何もかもをスリに打ち明けた。驚くこともなく話を聞いたスリだったが、ヌラの申し出をきっぱりと断った。理由も告げず、かたくなに断り続けるスリに、ヌラは初めて怒鳴り声を上げた。私の命に添えるのか。そのまま私は家を飛び出した。夜の砂浜に座り、頭を冷やし、考えると少し冷静になれた。無理もないこと。一緒に暮らす男がいきなり自分は王家の出でこれから帰る、ついてはそなたも共にといきなり言われ、即答で承諾できるわけもないだろう。あまりに性急に話を切り出してしまった。砂浜で夜を明かした私は朝日に手を合わせ家に戻ったが、スリはいなかった。夕刻過ぎても戻らないスリを夜半まで探したが見つからなかった。疲れ果てた私は座ったまま眠ってしまった。そして夢を見た。夢にスリが現れていた。来たい北へ海岸をたどると、ひときわ白く光る大きな岩があります。その岩に沿って海を進むと、白い巨石の背後に人一人潜れるほどの小さな口が開いています。そこから入ると、
中は大きな海底洞窟になっています。夢の中でスリはそこへ来て瞑想するよう告げた。目を覚ました私はすぐに北へ歩き出した。満月が海の道を照らし行く先を指し示していくようだった。夢のお告げ通り白い巨石はあった。そして夢のお告げ通り小さな口から洞窟へ入ると、そこには巨大な海底洞窟があった。進むと洞壁の一部はキラキラと輝いて見えた。そこに腰を下ろし私は瞑想した。瞑想が深まったとどこからともなく方向が漂ってきた。そして美しい女神が立ち上がれた。
望の時は終わりました。神の世と人の世は結び合っています。あなたは無実の罪でこの地に流された。それは人の世の方で、神々は常に全ての魂と共にあります。理想高き者にはそれに見合うだけの真理への道を与え、その勇気を試しもします。ここヌサブリダは神々があなたに与えた行場です。そして今あなたはここから旅立たねばなりません。神々があなたに尋ねた使命を全うするため、そして女神は私に万病に効くアムリタを授けた。胴壁の一部がキラキラ光って見えたのは、そこから細く湧くアムリタのためだった。海底洞窟から湧く清水アムリタは蜜のように甘かった。瞑想から覚めたヌラはアムリタを持って洞窟を出た。まるで異次元から戻ったような、悠久の時間を旅していたような体感だったが、満月は洞窟に入った時より天空に移動しているばかりで、変わらず海の表を明るく照らしていた。私はアムリタとスリが折ったランラン織を持って王国へ帰った。アムリタのおかげで父はたちまち連れ返した。そして私は密かに従者を送りスリを探した。後日従者から報告があった。王政の地に旗織小屋はありませんでした。スリという名の旗織女を知る者さえおりませんでした。私はもうバリにまた住んでいるんですけれども、今でもずっとレッスンを一緒に、なんとネットレッスンで続けてくれていて、で今回はもうそのメンバーたちが本当にもうなんか全面的にバックアップしてくれて、この公演が開催できました。でこの客席の中にもメンバーいるんですが、今日最初に踊ってくれた3名もここに紹介したいと思います。あさみさん、みえさん、けいこさん。今日はありがとうございました。この後ちょっとこれ
上持って上がりながらすぐに降りてきます。